はい、どうも、こんにちは。沖縄おばわでございます。はい。えー、ちょっとね、これ、あのー、なんて言うのかな。まあ、ある人々にとっては非常に重要な動画です。えっ、ー、と、皆さん、お子様を守りましょう。はい、お子様守ってください。えー、アメリカのね、オハイオ州のクリーブランドっていうところで、なんと2週間、たった2週間で、27人、 子供が、行方不明になってます。まあ、もともとね、えー、アメちゃんは、行方不明が多いんですよ、お子様の。もともとそういうところです。えー、私がね、えー、30年、30年以上前にアメリカに行った時にも、えー、まあ、牛乳のパッケージとかに行方不明の子供の写真が貼って、 でも、ね、ういう子供が多いんですね、でもでもすねこれ、あの同、同じところ、はい、同じ都市で、一市内でね、一市内で、これだけ短期間に、えー、まあ、同時にではありません。はい。これだけ短期間に、こんなに多くのお子様が行方不明になるのは、どうやら初めてです。 えー、23年になってから、はい。23年になってから、子供の行方不明が非常に多くなっているようですね。はい、えー。ちなみにね、お隣の C のお国でも非常に多くなってます。はい。殺菌。はい。これね、まあ原因はいろいろ言われてます。はい。原因は。えー、多分ね、えー、学校の健康のね、診断のがあった その、まあ、翌日からぼちぼち不明者が出ているという話も聞こえてきますんで、何らかの学校と関係あるというね、えー、お話も出てきています。はい。えー、まあね、日本の行方不明者ってこれほど頻繁には出ませんが、それでもね、あのー、出ていることは確かです。はい。まあ、家出とかね、 はい。家出とかだったらまだね、あのー、納得できる、あ、保護されてね、よかったねと納得できるところがある、ありますが、ええー、まあ、結構ね、あのー、出てこない場合も非常に多いんで、えー、そういう場合ですね、非常に心配ですね。はい。まあ、あのー、本当に目を離さないでください、お子様から。 えー、これ言っちゃうとね、あれなのかもしれないんですけど、あの、C の国の場合、送り迎え、親がしてます。もしくは、おじいちゃん、おばあちゃんが送り迎えをしてます。はい、迎えに来るまで、えー、まあ、学校の方はね、えー、一人で帰らせないようにしているところもあるぐらいです。 えー、日本人割とね、あのー、不用心なところがあるんで、一人で子供を学校から家まで、あのー、変えさせてるところも結構あると思うんですよ。もう、昔だったら、もう何十年も昔の話だったら、あ、それもいい、いいんですけど、そんなにね、変な人がいないんで、でも今、あの、世の中見ると変な人だらけなんで、これほ 本当に気をつけた方がいいと思います。はい。えー、集団発生しましたあ。子供の行方不明が。はい。しかし、一度にではないんでね、2週間の間に27位。しかも同じ市の中です。はい、えー。どうやら、あの、埼玉県のね、とある市と同じぐらいの えー、規模の年みたいで、そこでね、えー、そんなに、あのー、いっぺんにね、はい、あのー、お子様が、あまあ、行方不明になってしまうという事例はね、本当におかしいと、はい、ブログ主さんも書いておりました。ああ、まあ、子供のことなんで、あのー、絶対こう、目を離さないようにしてください。えー、どんな人がいるかわかりません。 これね、ぜ、まあ、伝えとかないとダメだなと思って、ええー、どう、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいことなのかもしれませんけど、えー、まあね、重要なことなんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではこちらの記事も貼っておきますのでね、皆さん見に行ってください。はい、よろしくお願いいたします。沖縄ばばでした。あい、見けた。ねえ。